ようお前ら、俺様だ。今日も太鼓ボーボー燃えてます。今日はね、2020年10月2日土曜日です。ここはね、足立区の、日光街道沿いのね、ニトリとね、ヨークフーズが一体化してるところで、はい、前はこう、ヨーカ堂だったんですけどね。そこは梅島交差点です。はい。まあ、別に何ってわけじゃないんですけど、ただ動画回してるだけです。サンドラックの看板と宝くじの看板がジバニャン色です。ヨークフーズはね、夜21時まで営業です。午後9時のことですね。リーグ21の21で。こうなんか前はね、いきなりステーキだったんですけど、なんかニトリダイニングみんなのグリルって店に変わってます。いきなりステーキとは関係ないんですかね。で、これカートガラガラのカートです。こっちはね、国道4号線、すなわち国道ペ号線、日光街道です。あっちがね、上野日本橋方面で、向こうが春日部宇都宮方面ですね。返事ブロックはおしっこよです。これ葉っぱです。葉っぱはね、英語でリーフって言うんですけど、リーフ20とは関係ないです。土曜日のね、12時半ぐらいですかね、今。バスがね、なんか騒音嫌がらせじゃないです。普通はまあバスはああいう音がします。竹の伝え切り雪です。足立区梅島2丁目です。ここね、道路が地盤にあるの分かってます。三角コーンが地盤にあるので、展示ブロックはおしっこ色です。展示ブロックはね、どっちもおしっこ色なんですけど、こっちがちょっと汚れたおしっこ色で、こっちはね、濃厚なおしっこ色ですね。はいね、梅島陸橋近くの、ヨークフーズとニトリが一体化しているところでの前でした。はいね、これではさよなら。ボーボー。